大家宝、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では今週も早速やっていきましょう。さあ本日1月22日月曜日です。現在時刻7時17分です。本日最高気温19度、最低気温10度で晴れ、曇り時々雨です。降水確率 20% なので折りたたみ傘は必ずカバンの中にしまっておいた方がいいかなと思います。以上天気予報でした。さあ続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは18円94銭でした。さあ続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時18分です。 BTCUSD の価格は 41,577.34 ドルでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていこうと思います。今日はですね、昨日マラソンがあって、いろんな方がね参加されていて、私もねちょっと応援に行ったのでその時の話と、あとですね香港人の平均寿命が発表されたという件について話していきたいなという件と、あと天気がですねどんどんちょっと寒くなっていく予報が出ているので気をつけてくださいという件について話していきたいと思います。まずですね昨日、マラソン走ってましたね皆さん。いやすごかったです。私もね、何箇所か回って、おかけをさせていただいたんですけど、いや結構ね楽しく、おかけさせていただいて、いや皆さんすごいなとやっぱり思いましたね。私にはもう走り切れる自信がないなと、思いました。いやマラソンね本当ね、何十キロも走られる方、フルマラソンね50キロ近くあったらしいんですけど、走られてた某有名 YouTuber の、林木さんが走られてたりとかねして、いやすごく皆さんとお会いできてね、楽しかったなと思いました。またね来年もねマラソン応援の方で参加したいなと思います。さあ続きまして香港人の平均寿命が発表されました。男性は 80.7 歳、女性は 86.8 歳。やっぱ女性の方が強いですね。で香港政府の発表によると、統計局が2022年香港の男女の平均寿命を発表しましたということで、そういうことらしいですね。死因で最も多かったのは男女含めて呼吸器疾走、新型コロナウイルスの感染を含めて、そっち系のが多かったみたいですね。男性の 37%、 女性の場合は 33% をそれで占めたそうです。1991年頃の頃は、死者がね、年間の死者が 28,429 人だったのが徐々に増加していって、2021年には 51,354 人となり、今回2022年は 63,692 人と大幅に増加しました。ということでね、世界的に平均寿命下がってるんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけど、香港の、今までね培ってきた、平均寿命1位をね、なるべくキープしてほしいなと思っております。さああとですね、明日からねっていうか今日からかどんどん、日曜日から寒くなるっていう天気予報だったんですけど、日曜日そこまで寒くならなかったんで、今日ですね日曜日で今日月曜日で、だいぶね涼しくなってきたので、皆さん本当に暖かい格好してね出かけられた方がいいと思います。今日はね結構ね今までの中でもね寒い方だと思います。でねさらにね明日はねすごいですよ。もう2桁になるのは、昼間の13時か14時かなに10度到達するかもしれないけど、あとは1桁台っていうねそういう寒さになるので、明日こそはちゃんと暖かい格好して出かけられることをお勧めします。なんかね、香港って冬が突然来て、1日2日で去っていって、で、また冬が来て、1日2日で去っていってっていうのをね、冬の間中何回か繰り返すみたいな、そういう感じの冬が続くと思うので、皆さん気をつけて、突然明日から寒いみたいなことが、よくよくあるので、気をつけてお過ごしください。ということで、本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキンまたね、バイバーイ。